はい、皆さんこんにちは、ヨーヨースタリワインドの岡田です。さあ、今回ヨーヨーアカデミーヨーヨー近代史第3回ということで、第2期ハイパーヨーヨーについてお話ししていきたいと思います。この第2期ハイパーヨーヨーって聞くと、第2期って2回目のハイパーヨーヨーって2010年ぐらいの話じゃないのって思う方もいるかもしれないんですけど、実は97年のハイパーヨーヨー、2010年のハイパーヨーヨー、その間2004年頃にハイパーヨーヨーのプロモーションが実はあったんですよね。で、この頃のことを知らない方非常に多いかと思います。まあ、これなぜかというと、97年のハイパーヨーヨーブームになったじゃないですか。で、2010年も結構ブームになったんですよ。なんですけど、この第2期の2004年頃に始まったハイパーヨーヨーっていうのはブームにならなかったんですよね。なので結構知らない人も多いところかなと思います。実際にね、僕もその頃ヨーヨーずっとやってたんですけど、実際この頃のプロモーション一体どんなことやってたのか、あんまり知らないことがすごい多かったです。なんでいろんな人の話を聞いていくと、あ、そんなことあったんだとか、そんなすごいプロモーションいろいろやってたんだっていうのたくさんありました。ぜひですね、皆さんにもこの第2期ハイパーヨーヨーの歴史知っていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。今回の出展はこちら、第2期ハイパーヨーヨーのホームページ、当時のプロモーションを実際にこう中枢で手伝っていた人の話も、話が来て企画の段階でいろいろお話させてもらってた人たちだったりとか、終わりぐらいまでずっと中枢で手伝っていた方の話、そしてその他いろんな方のいろんな有識者の話を参考にさせていただいております。ぜひ聞いていってください。よろしくお願いします。さあ、というわけでまず時代背景です。始まりは2003年夏頃の話になります。この頃ですね、ヨーヨーはジャパンヨーヨーコンテストコミッティ競技会の方が中心になっていた時代ですね。はい。で、この頃ヨーヨーっていうのは流通が全くなかったっていうわけじゃないんですよね。このヨーヨーっていうのは、いろんなお店さんが独自にいろんな海外のメーカーさんから直接仕入れたりとか、海外の店舗さんから分けてもらったりとかして、それを販売していたっていう形なんですけど、一つ大きな輸入代理店さんが結構海外からいろんなヨーヨーを仕入れて、いろんな店舗さんに卸売りとかもしてたりっていうことがあったんですよね。で、そういった時代なんですけど、この2003年の夏頃にこんな話が出てきます。ハイパーヨーヨーのプロモーションをまた始めますよというような話が、その輸入代理店さんの方に来ました。で、前回の97年ハイパーヨーヨーの時はハイパフォーマンスカイトっていう海外のショップさんと一緒にタッグを組んでやってたんですけど、今回は国内のこの大きな輸入代理店さんとタッグを組んでやっていこうというような話が出てきました。その国内の輸入代理店さんなんですけど、結構大きなすごい強豪のチームを有しているところだったんですね。そのチームにはもう実際の世界チャンピオンだったりとか、世界で戦うトップランカーとかが結構いたりするチームだったんですよね。なんで当時の THP とかと比べてすごい実力が落ちるとか、そういうわけではなく、むしろこう実力だけで言ったらもちろん超えるようなメンバーがたくさんいたチームになるんです。で、輸入代理店さんなんで、いろんなところにヨーヨーの卸売りだったりとか、そういったこともやってたし、イベントとかもやってたんですよね。なんで店頭販売だったりとか、いろんな店舗さんに行ってヨーヨーティーチングだったりとかもやってるんで、結構経験豊富なメンバー揃っているっていう形だったんですよね。なんでもうヨーヨーについての知識もすごい豊富で、この人たちと一緒にここまで97年のハイパーヨーからずっとやってきて、困ったことだったりとか、こうやったらヨーヨーもっと面白いんじゃないかっていうようなことを、一緒に企業さんとタッグを組んでやっていこうっていう話が出てきました。で、この第2期のハイパーヨーヨーなんですけど、テーマが最初ありました。それがこちら、ヨーヨーはスポーツ、クールなヨーヨーということで、まあ、ただの子供のおもちゃじゃないんだと、大人がやってもかっこいいんだというのを前面に出していこうというテーマだったんですね。で、これは97年のハイパーヨーヨーが終わる頃の話なんですけど、やっぱり小学生とかそういう子供がやるものっていうようなイメージが非常に強かったんですよね。で、そのせいもあって、やっぱり中学校ぐらいになったりとか、大人がやってるとちょっと恥ずかしいなとか、まあなんかやっぱ子供のおもちゃなんでしょっていうような印象がすごい強かったんですよね。でも実際はそうじゃないんだと。実際大人がやったってすごいし面白いしかっこいい、そういったところがヨーヨーにそういう魅力があるんだっていうようなのをもっと前面出すことによって、子供からずっと大人ままで続けていける、そういったものなんだっていうのを前に出していこうっていうようなテーマだったんですよね。なのでこの時テーマ曲とかもあったんですけど、そのテーマ曲も当時流行していたパンクミュージックだったりとか、ロックのミュージックにこうラップとかを載せたようなミクスチャーって言われるような音楽をテーマにしたりとか、結構有名なスポーツブランドさんが衣装提供したりとかしていて、もういわゆる若者文化っていうのをこう取り入れたプロモーションをやっていこうっていうような話になっていました。で、まあ当時のメンバーすごい盛り上がりますよね。実際自分たちはその THP っていうメンバーに憧れてヨーヨー始めた方非常に多かったんです。で、今度は自分たちがその立場に立って、みんなにヨーヨーの凄さとか
面白さとかそういったのを伝えていく立場になれるっていう、もう人によっては夢が叶うっていうような状況になるわけですよ。で満を持してハイパーヨーヨーが発売された、第2期のハイパーヨーヨーが発売されたのが2004年の1月に発売されました。でこの時に発売されたモデルなんですけど、97年の時にすごいブームになった自動で手に戻ってくる頭脳があるようなヨーヨーだっていうようなで流行したブレインっていうヨーヨーのアップデート版、メガブレインっていうヨーヨーと、97年もう買うのも難しかったぐらい大ヒットしたヨーヨーファイアーボール、この2モデルはもう最初からあったんですよね。でこの2モデルなんですけど、最初その97年ハイパーヨーの時は2000円ちょっとぐらいの価格で販売していたんですよ。でこれが2004年の今回のプロモーションの時にはなんと1300円ぐらい、非常にプライスが 40% オフぐらいですねになっていました。まあこれはやっぱり2000円ぐらいって子供のお小遣いで買うにはちょっと高いなと、やっぱそうなるとすごい安いヨーヨーを手にする人も多かったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり安いヨーヨーっていうのはどうしても性能とかがちょっと落ちていたりとか、最初結構実は使いにくかったり、結構メンテナンスだったりセッティングだったりとか紐の調整だったりとかを細かくしないとうまく扱えないっていうようなものも結構あったりはしたんですよね。でそれを買ってしまうとどうしてもあーできない、難しいわって思って、自分には向いてないなって思う人もいたりとか、まあ、親に買ってもらった人はほらあんたなんかできないでしょ、不器用なんだからヨーヨーなんて向いてないんでやめなさいって言われてしまう人もいたのかなって思いはします。ただこれでだいぶ安くなったことで、比較的当時としては高性能だったモデルが安く手に入るので、結構いいヨーヨーで始めることができるっていう状況だったんですよね。それともう一機種、競技会の使用実績も高い高性能なモデル、フリーハンドっていうヨーヨーがあったんですけど、そのモデルはもうセッティングさえちゃんとすればもう世界大会とかそういった大きなコンテストで使う選手もいるぐらい性能の高いモデルだったんですよね。なのでそれこそファイアボールとかブレインとかそういったので練習した後、うわだいぶ上手くなってきたな、もうちょっといいヨーヨーが欲しいなって思った時に、こうおもちゃ屋さんとかお店に行くとすごい高性能なモデルも手に入るっていう状況になったんですよね。まあ、これによってこうレベルが高くなってもちゃんといろんなヨーヨーで遊ぶことができる、いろんなプレーを覚えることができる、情報とか非常に少なくってもいいもので練習することができるっていうような状況ができました。さあこれだけのモデルを引っ提げて最初の大きな第2期ハイパーヨーヨー始まるすよっていうボーンっていう大きなイベント、それがワールドホビーフェア、日本最大級のおもちゃの祭典、さまざまな最新ホビーが集まるイベントなんですけど、これあの全国5地区ぐらいで開催されてるものなんですけど、もうヨーヨーとかだけじゃなくって結構まだ未発売のモデルだったりとか、いろんなおもちゃのこうこれからこういうプロモーションしますよとか、この今ヒットしてるこのおもちゃの最新モデル、まだ未発売のこういうのを作ってますよ、こういうことをやっていきますよっていうようなのを、いろんなその大きなドームとかのところのでいろんなブースがあって、そこで発表していくっていうものなんですよね。なので結構こういうホビーとかが好きな子供とかがもうこぞって親とかと一緒に行く大きなイベントだったんですよね。でその大きなイベントの大きなステージで第2期ハイパーヨーヨーが始まりますよっていうステージがあるわけです。もうその大きなステージ、メインステージで、それでは今度これから始まる新しいスポーツハイパーヨーヨー、そして実際にパフォーマンスしてるのはこの世界チャンピオンの人たちだ、バーッと出てきて音楽がボーンと流れて、すごいパフォーマンス、世界チャンピオンがバーッてやりました。その時の会場の空気がこちら、驚愕のダダ滑りだったんですよね。もう全然受けてなかったみたいです。ただこれはこうパフォーマンスが面白くないとかそういうわけじゃないんですよね。結構音楽流れて世界チャンピオンが来てヨーヨーやってる間はこうみんな足を止めてみたりとか、ある程度人が集まるんですけど、はいありがとうございました、世界チャンピオンでしたって言った瞬間、さっと人がいなくなるっていうような状況だったみたいです。なのでこのワールドホビーフェアっていうのは結構物の販売とかもしてたんで、ヨーヨーの販売もあったんですよね。なんですけど、まずこうパフォーマンスを見た後ヨーヨーを見に行くということもなく、さっと人がいなくなると、もうヨーヨーっていうものがこの時代のこの時には刺さっていないっていう印象だったんですよね。ただもうこの時やってるメンバーはもうすごいプレッシャーを感じるわけじゃないですか。97年あんなにヒットしたヨーヨーで自分たちがやった回で全然受けなかった、これはやばいぞってなって、やっぱりこう声かけをすごいするようになるんですよね。もうヨーヨー今やってます、これから世界チャンピオンがステージでやりますよ、どうですか、ヨーヨー面白いよ、やってみませんかとか言って、いろんな人に声をかけるようにするんですよね。ただなかなか足を止めてもらえない、わこれはまずいぞ
ということで、結構メンバー集まって、これどうしよう、ああしよう、こうしようって言って、まあ一個、このプロモーションなら、このやり方なら、もしかしたらみんな興味持ってもらえるかもしれないっていうことで、ちょっと一つ声かけの方法を工夫して、みんなで声をかけるようにしたんですよね。そしたら、二つ目の会場からは、すごい、ある程度、興味を持ってもらえる方が非常に増えたんですよね。なのでもうそのメンバーたちはもうよしこのやり方だ、このやり方でみんな大変だけど一緒に頑張ろうって言って、ステージに立つ人はもうステージに立って、立っていない人たちはもうそうやって全員で声かけをして、でステージ終わったらみんなすぐ帰ってきてすぐ声かけをする、もう本当に一日中休憩なしでみんなに声をかけるというようなことをやっていました。まあそのおかげでですね、1個目の会場に比べて数倍の売り上げだったりとか、数倍の人がヨーヨーを見てくれるようになってはいたんですよね。ただワールドホビーフェアってものすごい極上の環境下と言えるような状況なわけですよね。もういろんなホビーとかがあって、みんなもそれを見に来ているわけですから。でもそれの極上の環境下だということを考えると、ちょっと少ない数字だったなという感じになってしまいました。なのでね、結局このすごい夢と希望にあふれて始まった第1回目のステージ、こういうのはまあ、期待値の違いに非常にこう残念な感じになってしまうという結果に終わってしまいました。そうなんですけど、ただ97年のハイパーヨーヨーの時もこう最初は全然手応えがなかったっていう話をしました。もうメンバーもその情報は知っています。なのでもう腐っている暇はありません。もうこれからせっかくの大プロモーションのチャンス、こっから盛り上がるかもしれない、頑張ってヨーヨーを広めていこう、面白さを伝えていこうということでプロモーションをどんどん続けていきます。この後からですね、毎月のようにコロコロコミックとかにもヨーヨーの情報が載りますし、オハスタという番組でヨーヨーが特集されたりもします。 CM もパラ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 流れ出すようになりました。で全国のお持ち合いにもうヨーヨーが並び出します。そして今回のテーマがスポーツとかだったので、インタースタイルっていうスポーツとかファッションの見本市っていうようなものにも出展をして、でチャンピオンたちがパフォーマンスやったり、ヨーヨーこれからすごい頑張っていくんで皆さんよろしくお願いしますというようなイベントとかもやってはいたんですよね。他にもいろんなイベントにも出演しながら、一つイベントに備えていきます。4月4日もヨーヨーの日ということで、やっぱりヨーヨーがもう日本のヨーヨーが盛り上がるのはこの4月4日のイベントきっかけだとか、4月4日のイベントはヨーヨーにとって非常に大事な日だっていうようなものになっていますので、この4月4日に大きなイベントを打って、そこでみんなにヨーヨーをもっと知ってもらおう、みんなに集まってみんなにヨーヨー楽しんでもらおうというようなものを考えていました。でもちろん4月4日イベントが開催されます。それがこちら、小学生ロングスリーパー王決定戦ということで、これ全国の認定店で一斉に開催したんですよね。もちろんメインのステージはあるんです。メインのステージですごいチャンピオンたちが来てすごいパフォーマンスやったり、いろんな企画とかもやるんですけど、やっぱどうしても地方の人だったりとかはなかなか簡単には来れないんですよね、東京とかには。になるんですけど、今回のこのハイパーヨー全国小学生ロングスリーパー王決定戦は近所の認定店でも自分たちも参加できる、だから遠い世界の話じゃないんだと、みんな君たちもこの大会に参加できるんだよっていうような企画だったんですね。この4月4日にメインのステージに来れない子たちは近所の認定店に行って、そこでロングスリーパーの秒数を測ってもらって、それを全部まとめて、で最後にバンダイさんの方に行って、そこで本当の1位を決めるっていうような企画だったんですね。まあ、ただもちろんメイン会場はすごい盛り上げていこうっていう企画になってるわけですから、ここにはもう海外のゲストを呼んだりします。もうダンカンでカウンターウェイトの父と言われてるね、当時ダンカンだったスティーブ・ブラウンさんだったりとか、ヨメガの若手の有名選手ロブ・キッズだったりとかがメイン会場に来ます。もうこれをいろんなイベントだったりとか、それこそテレビだったりとか、そのコロコロコミックとかですごい告知をします。でいろんな準備を整えて満を持して開催されたこちら、4月4日ヨーヨーの日、東京ドームシティラクーア。ここの会場はですね、東京の大きい商業施設なんですけど、そこの屋外の大きいメインステージの方でこのヨーヨーの日のハイパーヨーのイベント開催されたんですよね。さあというわけでね、4月4日ヨーヨーの日、東京ドームシティ、まあもちろんね取材の人たちだったりもいますし、メンバーとかも集まって打ち合わせもすごい念入りにします。後ろには大きい電光掲示板があります。そこで4月4日のヨーヨーの日イベントを始めます。ボーン、第2期ハイパーヨーヨーの4月4日ヨーヨーのイベント、小学生ロングスリーパーを決定戦開催します。さあそれではまずはチャンピオンたちのパフォーマンスを見てみましょう。それでは行きましょう、世界チャンピオンたちです、どうぞって、ボーンとチャンピオンたちが出てきました。そして会場は客席がガラッガラだったんですよね。もうこれ僕もやっぱりちょっと経験はあるんですけど、一番最初それではどうぞってバーンと出てきた時に、客席全然人がいないってものすごいストレスなんですよ。もう
どうしようもない。でも音楽は流れてる。やらなきゃいけない。お客さんがいると思って、わーってパチッパッとかやっても、いないわけですよ。もう、うわーとか思いながらも、もしかしたら遠くで人が見てるかもしれない。頑張って盛り上げなきゃいけないっていうことをしなきゃいけないんですよ。すごいストレスなんですよね。まあ、ただ、実際には人が集まっていない状況なわけですから。当日ですね、その日なんですけど、4月だったんですけど、全然春の陽気とかじゃなくって、もう真冬日だったんですね。もうめちゃくちゃ寒くて、ダウンジャケットとか着てない、外にいられない、その中半袖でみんなパフォーマンスしてるんですけどっていう状況だったんですよ。で、しかもなんなら雨もパラついてるっていう状態で、もういたメンバーはもう祈るような気持ちですよね。みんな午後から来てくれるんだとか、メインっぽい時間、この時間に人がいっぱいいるって思ってるから、その昼ぐらいの時間にみんな来るんだとか祈るような感じで、こうパフォーマンスとかイベントを進めていってたんですよね。まあ、ただ、まあ待ってるだけじゃダメですから、もちろんそのラクーアの中中をもう走り回って、今からメインステージでチャンピオンたちのパフォーマンスあります、海外からすごいゲストも来てます、ぜひ皆さんちょっとでもヨーヨー楽しんでいってください、大人でも面白いですよ、ぜひ皆さん集まってください、よろしくお願いします、みたいな感じで結構いろんなところで声かけとかやっていたんですよね。なんですけど、まあ結局この日はあの客席の方が程よくでさえ埋まることもなく、まあ会とかによっては大会もうマジで0人だったと、もう道行く人すらもいないっていう状況だったっていう感じで、4月4日のイベントを終えてしまうということになりました。まあ、ただこの小学生ロングスリーパー王決定戦っていうのは全国の認定店でやってるので、ロングスリーパー王決定戦自体はそれなりに人数集まってたんですよね、エントリー者は。で、その中でこの会でチャンピオンになったのが当時小学校1年生で、現在チャンピオンとしてすごいいろんなところでパフォーマンスしてメディアとかにも出ている高田修くんが小学校1年生でチャンピオンになりました。はい、という感じでね、すごい大事な4月4日の機会もこう決め手になるようなこともなく、手応えを感じることもなく終わってしまったんです。ただ、まあ、一方競技会の方ですね、2004年の夏ぐらいなんで、まだもちろん世界大会が開催されます。2004年の世界大会なんですけど、なんと日本人がまた全部も制覇したんですよね。この時には部門が分かれてるんで、 1A、2A、3A、4A、5A、 そして AP 部門の合計6部門、これがチャンピオンタイトルがかかった大会になるんですけど、それらの全部の部門で日本人がチャンピオンになります。まあ、もちろん競技をすごい一生懸命やってた人たちの中ではですね、こうチャンピオンを目指して頑張ってるようなメンバーがいることも知ってます。もう初優勝の方も非常に多くって、すごい競技会でやってる人たちはすごい盛り上がるような出来事だったんですが、この出来事が日本のハイパー用の起爆剤になることもやっぱりなかったんですよね。当時のメンバーだったりとか企業さんだったりとかも日夜激しいミーティングとかをやっていたみたいです。もちろん、ああやったらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないか、こういうことをやったらみんなもっとヨーヨー楽しいって思ってもらえるんじゃないかとか、いろんなところで話をするんです。ただですね、どうしても企業さんがやってる大きいプロモーションです、簡単にはあっち行ったりこっち行ったり、じゃあちょっとだけ試してみようとかっていうのは非常に難しいんですよね。なんですけど、まあ皆さんそれぞれ自分たちのできる範囲の中でいろんな工夫を凝らしていろんなことをやってはいたんですよね。とはいえ、ここまでヒットしないとやばいということで、ちょっと大きなテコ入れをしよう、大きな方向変換ちょっとやってみようっていうようなことが起こります。それがこちら、熱血ハイパーヨーヨー塾ということで、ここまでターゲットをこう大人もかっこいいよ、クールなヨーヨーだよ、スポーツだよっていう風にやってたんですけど、まあ、やっぱりコロコロコミックを読んでる小学生とかがターゲットなんだと、そういったクールな感じのかっこよさじゃないんじゃないかと、やっぱり努力、熱血、友情、そして勝利みたいな感じの分かりやすいテーマの方がいいんじゃないかっていうことで、ここからハイパーヨーヨー塾ということで、プロが君たちをチャンピオンに育てます。だからこういう技をぜひ一緒にやろうぜっていうようなテーマでプロモーションが進んでいくようになるんですね。なんでここまではやっていなかった認定制度っていうのをここからスタートするようになるんですね。で、まあちょっと半端な時期からちょっとプロモーションで認定がスタートするので、ここまで公開してたトリックリストを全部チャラにするっていうようなことは、やっぱり前のハイパーヨーヨーでちょっと失敗していることになるので、今回のハイパーヨーヨーではここまでやってきたトリックリストをベースに新しく認定を作っていくっていうような形になったんですね。なんでちょっとね、最初から認定を目的としたトリックリストじゃなかったので、ある程度こう難易度のばらつきがあったりとかしたんですけど、まあそれでもやっぱり認定っていうのは重要なことだろうということで進めていくことになりました。
そしてやっぱり安くなったとはいえ1000円を超えていたらお小遣いとかじゃちょっと買えないじゃないかとか、お父さんお母さんも1000円超えたらちょっと買ってやるのはあれだから、もっともっと安いなんか何百円とかの用意しなさいって言って、全然他の用意使われるんじゃないかっていうこともあって、1000円を切る低価格モデル、まあもちろんちょっと固定軸とかにはなっちゃうんですけど、そういったモデルを投入するようになりました。そしてここまで衣装提供してもらってた衣装だったんですけども、そういうんじゃないとやっぱユニフォームでパッと見て一目でこの人たちはヨーヨーの人たちなんだ、あのユニフォームが着たいって思うような感じにした方がいいんじゃないかということで、衣装をここから統一してキャラクターを立てていこう、この人はこういう人、この人はこういう人っていう、こう目立つ一つのシンボルになってもらうようにしようということで、キャラクターを立てるようなプロモーションになっていきました。こういう感じでこの時点ぐらいから熱血ハイパーヨーヨー塾という形でプロモーションを進めていくことになります。まあただですね、プロモーション変えたからすぐヒットするというもんじゃないです。都市圏の商業施設でのイベントが減って、地方巡業がこの頃から増えていきます。やっぱり最初の頃はやっぱ大きいお店屋さんだったりとかデパートだったりスーパーとか、そういうところからイベントうちにも来てください、うちにも来てくださいっていうようなことが多かったんで、そこに行ってるとどうしてもちょっと遠いところとかはスケジュールの都合がつけにくくてなかなか行けなかったんですよね。なんですけどこの辺からちょっとそういう大きいところのイベントの依頼が減ってきたので、逆にこう遠くのいろんな地方の方へ巡業することができるようになってきたんですよね。まあやっぱりいろんなところでおもちゃ屋さんとかがやってる認定店とかで、ヨーヨーすごい好きな人がやってるところとかだと、結構子供たちのケアだったりとか、大人同士でもコミュニティができたりとかで、ヨーヨーが盛り上がってる場所もあったりはするんですよね。なんでそういうところに行くと、どっちかっていうと、ハイパーヨーヨープロのデモンストレーターが来たっていう感じではなく、あ、世界チャンピオンのあの人が来たっていう感じで、こう、ヨーヨーのプロモーションを見に来てくれたり、ハイパーヨーヨーのイベント参加してくれたりっていうようなことがちょっとずつ増えてくるんですよね。まあこれによってこう行った先でね、やっぱり97ハイパーヨーから実はやってます、あの時のフリースタイル感動しましたっていうようなことを言われたりだったりとか、あ、僕もうそういうの全然やってなかったんですけど、お持ち屋さんにたまたまヨーヨーを手にして今ヨーヨー一生懸命頑張って今度大会に出ようと思うんですっていうような人とかとの触れ合いが増えてくるんですよね。こんな時がむしろ一番、あ、ヨーヨーっていろんなところにやってる人いるんだ、自分たちがいろんなプロモーションやってたのは無駄じゃなかったんだなっていうような実感を得るのが、結構この地方に回ってる時だったみたいですっていう感じでね、いろんなプロモーションを繰り返していて、まあもちろんその中でも新しい企画とかもどん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 出していって、いろんなことを試していく段階にちょっと入っていっていました。その中でもちょっと大きな企画が2005年のワールドホビーフェアでもやってたんですけど、ブランドバトルっていうのをこの頃からやってたんですよね。その時やっていたハイパーヨーのブランドが、まあ、ヨメガと、ダンカン、そしてハイパーヨーヨーブランドということで、この3ブランドの中で勝負をして、誰がどのブランドが一番強いのか、どのブランドが最強か、みたいな企画をやってたんですよね。で、まあ、ワールドホビーフェア、先ほども言いました、すごい大きな見本市で、すごい大きなイベントですから、やっぱりゲストとかもすごい気合い入れるわけですよ。海外から、すごい有名な選手を呼んだりとかして、まあ、それこそ、当時、全米でチャンピオンになっていた、パトリック・ミッチェルさんだったりとか、今でもヨーヨーのプロとして、パフォーマーのプロとして、海外ですごいいろんなところで活躍してるジャスティン・ウェイバーさんだったりとか、そういった方たちをゲストに迎えて、このブランドバトルっていう企画で、ワールドホビーフェアを回ったりとかしていたんですよね。っていう感じでいろんなことやって、このブランドバトル自体もちょっと盛り上がりはしたんですけど、ただすごい起爆剤になるほどこう盛り上がることはなかったです。でもこのままヨーヨーって終わっていってしまうのかなっていうような空気になってたんですけど、ただまあこの後で、これが大体1月ぐらいの話になるので、この後4月4日ヨーヨーの日っていうのがあります。ヨーヨーの日だけは何かしようということで、ヨーヨーの日にもイベントが開催されます。ヨーヨーの日イベント全国統一トリックトライアルということで、今回も各地、全国各地の認定店で同時に開催するものになりました。基本的には規定トリックをやって、それでそれぞれのトリックにポイントがあるんですよね。で、成功したトリックはポイントをゲットして、で、最後に全部終わった後ロングスリーパーをして、その秒数を計測します。で、合計点プラスロングスリーパーの秒数で順位を決めるっていうような形のイベントだったんですね。で、これだけじゃなくって、こう認定店でやるんで、その認定店の1位を決めようっていうような企画でもあったんですよね。なんでそこに集まった人たちが、そのトリックトライアルをやったポイントの合計ポイントが一番多い認定店が最強の認定店だみたいな、まあ、この時はヨーヨー塾って言ってたんで、最強の塾はここだみたいな感じでやってたんですよね。
はい。ただですね、もうこの時にはヨーヨーそんなにもう盛り上がらないし、もうちょっとどうなるかなっていう感じの状況だったので、この4月4日のイベントの時には各地の認定店でこの企画をやるだけになっていました。大きなステージを組んでゲストを呼んで、すごいヨーヨーのパフォーマンスやってっていうようなことはなかったです。結局この4月4日ヨーヨーの日のイベントをもって1年ちょっとという短い期間の第2期ハイパーヨーヨーのプロモーションが終わるという形になってしまいました。ということでね、もう鳴かず飛ばずな、なんかこう暗黒時代を象徴するようなプロモーションだったんですけど、まあ、特にね、当時そこでいろんなプロモーションをやっていた企業さんの担当の方だったりとか、実際にプロモーションやっていた方だったりとかは、もう97年のヒットがあったんで、すごいプレッシャーと戦いながらの期間だったと思います。ただこれプロモーションの内容自体が悪かったからヒットしなかったのか、本当にいいこと何もなかったのかって言われると、そうじゃないと思うんですよね。まあこれはあくまで僕が思うところなんですけど、第2期ハイパーヨーヨーのプロモーション本当に悪かったのかな、いいとこなかったのかなって思うんですけど、ただ最初に高性能なヨーヨーが低価格で手に入る、これすごい良かったなと思います。もうやっぱりいいヨーヨーが安く手に入ることによって、こうできないっていうのはヨーヨーのせいなのか自分のせいなのかわからないっていうような人が少しでも減るわけですよね。で、他にもスタートモデルの優秀さ、もう最初からね、高機能のヨーヨーもあるわけですから、じゃあ、どん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 上手くなったら、すごいいいモデルを手にすることもできたわけです。で、この頃には、インターネットが普及していたんで、結構、動画でヨーヨーのトリックを解説するっていうような文化が出来出してたんですよね。なので、動画でこうトリックのティーチングとかもあったので、近所にヨーヨーやってる人がいなくって、こう教えてもらえないっていう人も、動画を見ることで、ヨーヨーの技を覚えることができるっていうような形でした。で、まあ、プロモーションメンバーもね、実際に世界チャンピオンだったりとか、イベント出演が豊富で、ただ上手いだけじゃなくって、人に見せるっていうようなことをちゃんとやっている人たちがちゃんと参加していました。で、大人もかっこいいと思える方向性、これは結構重要だと思うんですよね。やっぱり子供の遊びだっていうのが強く広まりすぎると、やっぱどんどんだんだん成長するにつれて、お前まだやってんのかよ、みたいな感じの言い方をされることが、ちょっとでも減る方向性だと思います。では、全国の認定店を統一したイベント、もうこれはね、地方にいた僕からしたら、あ、こういうのが自分たちの時代もあって自分が全国で何番目なんだっていうのがもし分かれば、すごい自分のモチベーションになったなっていうのを思うので、こういうイベントはすごい良かったんじゃないかなと思います。で、いいこといっぱいあったような感じするじゃないですか。じゃあ何が悪かったんだろう、何がダメだったんだろうっていうので、この後もいろんな話がされるんです。今でもあの時のハイパーヨーヨープロモーション何かを変えていたら何かヒットしていたのかなっていう話が出てきます。で、その時にいろいろ言われることが一部こういう感じなんですけど、まあ予算が少なかったのか、まあ実際ね、97年のハイパーヨーヨーに比べると第2期のハイパーヨーヨーっていうのはちょっと部署が違うとかいろんな関係もあって予算がちょっと少なかったみたいなんですよね。なんでこう CM の本数もちょっと少なかったりとかで、こうメディアとかに出る回数もちょっと少なかったのが原因なんじゃないかとか言われていたり、まあ認定制度、キャラ付け、価格設定、これら途中で手こ入れしたけど途中からじゃなくって最初からこの状態でやっていたら違ったのかとか言われることもあります。他にもですね、あの大会がやっぱロングスリーパーだったり規定のトリックだったりとか、せっかくすごく上手くなったのにそれを見せる場っていうのがハイパーヨーヨーの中になかった、これが原因なんじゃないかなって言われることもありますし、まあもうヨーヨーはこの時点でヒットするコンテンツじゃないんじゃないか、ヨーヨーは何やってもダメなんじゃないか、ヨーヨーだからダメなんじゃないかっていうようなことを言われることもありました。ただこれだけいろんな原因が出てるんですけど、本当にこれが悪かったのかなって思うんですよね。で、もうあくまで僕がこの話いろんな人も聞いて思う、これだけがたった一つ、これだけが悪かったんじゃないかなって思うのがこれです。タイミングが悪かっただけじゃないかなと、もうこれを言うと元も子もねえよという感じになるとは思うんですけど、まあ実際ね、前回のブーム終了からまだ3年から4年ぐらいしか経ってなかったです。どっちかっていうとこうヨーヨーのブームが終わって、でこう新しく始まったという印象が薄いっていうような話もやっぱり今でも聞きます。まあやっぱりおもちゃ屋さんとか行っても、あ、新しくヨーヨー出たんだじゃなくって、あ、まだヨーヨーやってるんだ、ちょっとネガティブめな印象があるものもありましたし、まあ店舗とかにはね、おもちゃ屋さんって結構大きい企業さんのプロモーションのものってこう発注とかって3ヶ月前とかなんですよね。3ヶ月4ヶ月前に発注して、でそれが来るのがやっぱりその発売日なんで、もうこう97年ハイパーヨーの時にものすごいブームの時に皆さん発注をかけるわけですよ、新商品の。ってなった後にその後一気にブームがこう落ちていくと、いやーブームだからめちゃくちゃ売れるぞと思ってボーンと仕入れたものがそのまんま在庫にどうしても残っちゃうんですよね。
で、そういったのを経験してるんで、どうしても店舗にはまだすごい昔の在庫の中で、しかもなんなら売れないような感じの、たまたま売れ残ってしまうようなものがどこも同じように並んでたんですよね。もう怖いと、そんなに大きく仕入れたりとか大きくプロモーションできないと、売り切れたら売り切れたで、もう余らすよりはいいやっていう感じで、協力的な店舗さんももちろんいたんですけど、非協力的だったりとか、まあもうこんなもんでいいでしょっていうような感じの印象もちょっとあったみたいです。まあこういうのもあるので、ちょっとタイミングが悪かったのかなっていうのが一番僕の意見ではあるんですけど、なんですけど、まあじゃあこのハイパー用のプロモーションやっても全く意味なかったのかとか、それとかやったことによって、まあ前回みたいに、ほら終わった問題まだやってんだろう、全然入んなかったじゃないかとかっていう悪い印象があったのかというと、結構そういうわけではないと思うんですよね。こう第2期ハイパーヨーヨーが残したものっていう感じなんですけど、たくさんの経験を皆さん得ることができました。もちろんずっとプロモーションをやっていた人たちからすると、企業さんとタッグを組んでやるっていうことってすごい珍しいことになるんですよね。なんでこう、あ、こうやっていろんなところにヨーヨーな、いろんな商品とかを広めるような活動してるんだとか、こういうやり方でブームを起こそうっていう動きをするんだっていうような経験もできましたし、逆にあ、こういうのは簡単には大きいところはできないんだなとか、あ、こういうところだったら小回りが聞くようにやってもらえるんだなとか、いろんな経験を得ることができました。もちろん企業さんもヨーヨーのプロの方とかと一緒にやることはあんまりもともとはないと思うので、こういう経験を経て、あ、こういう風な企画って確かに面白いな、これはヨーヨーやってる人じゃないと思いつかないなっていうようなものをたくさん得ることができたと思うんですよね。まあ実際にこの後にそれが生きてくることになるんですけど、それはまた別の機会お話しさせていただきます。まあその他にもですね、復帰しやすい環境だったりとか、新しいプレイヤーの獲得っていうことがありました。やっぱ店舗にヨーヨーが戻ってきた、手に入るようになってきたっていうことになると、どうしてもやりたかったのにこう手に入らなくって、まあそれこそこのヨーヨーが欲しいんじゃないんだ、こういうのが欲しいんだ、パーツだったりとか紐だったりとか、それとかこのモデルとかが欲しいんだって思ってた人たちからしたら、わっ、なんかあのモデルが復活してるとか、わっ、なんか全然見たことないけど凄そうな用が入荷してる、紐が手に入る、メンテナンス道具が手に入るっていう風になってくるわけですよね。それがきっかけでヨーヨーをもう一回始める人がいたりとか、まあそれでもこうちゃんとビシッと整理された棚が何個かできることによって、ヨーヨー面白そうだな、やってみようかなっていう人もやっぱり結構いたのはいたんですよね。でそういう人たちがヨーヨーを手にした後、まあもうその時にインターネット普及してますから、インターネットで検索することによって、あ、上手くなったらこういう競技会があるんだ、すごい競技の世界もあるんだだったりとか、あ、こういうとこにイベントがあるんだ、ちょっと行ってみようとかみたいな感じで、競技会とかヨーヨーをずっとやってる人の集まりの中に入っていくことができて、結構ヨーヨーを続けられる人っていうのがすごい増えたんですよね。でまあ実際に今で働いてる木戸とかも、97年のハイパーヨーヨーの時にヨーヨーを始めたんですけど、まあ物が手に入らなくて一時期やめてたんですよ。でそれをこの第2期ハイパーヨーヨーのブームがちょっと終わった後にはなるんですけど、まあもうその時にはもう第2期ハイパーヨーヨーのヨーヨーがたまたまお店にたくさん並んでて、うわーヨーヨーだー、俺ずっとやってて手に入らなかったからできなかったんだよなー、懐かしいって言って買って使ってみて、で面白かったからまた違うのを買ったら、すごい性能高いモデルじゃんこれと、なんかこんなに今のヨーヨーって回るのすごい、ちょっとヨーヨー調べようって言って、あのヨーヨーを調べて、それで競技のヨーヨーを知って、でその2005年ぐらいに復帰したって言ったね、その4年後ですね、2009年には世界チャンピオンになるという形になりました。まあ他にもですね、今ではレジェンドって言われたりとか、みんなの憧れになっていたような競技ヨーヨーの選手だったりとかも、この時期に始めてる方も結構多かったりはします。になるので、結構ヨーヨーをこれのきっかけで始める人が増えていたんじゃないかなと。まあどうしてもね、97年のブームすごかったです。やっぱそれと比べてしまうので、当時プロモーションやってた人は本当に思ったように当たらずに辛い時期だったと思います。ただ97年のヨーヨーブームと比べなかったら、これでもやっぱヨーヨー始めていた人結構いたんですよね。もうこの辺の話は次回またちょっとお話しさせてもらうんですけど、これヨーヨーを始める人がすごい増えたということでは、ヨーヨーの世界にとってこの第2期ハイパーヨーヨーのプロモーション、非常に重要な意味を持ったんじゃないかなと思います。さあというわけでですね、1年ちょっととかのプロモーションだったんで、どうしても競技会と直接こう関係があることって非常に少なかったんですけど、次回からはまた競技会の話、競技会がメインの話になっていきます。でこのプロモーションを経て、やっぱりいろんなところでヨーヨーっていうのをもっと文化として、この浮き沈みだったりとかブームとかに頼らずに、ある程度一定の文化として根付かせていくためにはどういう風に活動していったらいいかとか、ただ大会とかイベントを続けていくだけじゃなくって、団体として本当に真の意味で
続けれるような団体、もうここにこの団体がありますっていうのが当たり前になるようなものを目指すにはどうしたらいいかっていうような結構難しいテーマにみんなぶつかっていくことになるんですよね。やっぱりそういった難しいテーマにぶつかるときにはいろんなトラブルもあります。そのトラブルとかもあった上で今のヨーヨーにつながっていきます。そのあたりのお話を次回またさせていただければなと思います。というわけで今回も聞いていただいてありがとうございました。また次回をお楽しみに。どうもありがとうございました。